法廷第500条、弁済をするについて正当な利益を有する者は弁済によって当然に債権者に代位する。弁済による代位の効果第501条、前2条の規定により債権者に代位した者は自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては次の各号の定めるところに従わなければならない。 1. 保証人はあらかじめ先取り特権、不動産質権または抵当権の登記にその代位を付記しなければその先取り特権、不動産質権または抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。 2. 第三取得者は保証人に対して債権者に代位しない。 3. 第三取得者の一人は各不動産の価格に応じて他の第三取得者に対して債権者に代位する。4. 物情保証人の一人は各財産の価格に応じて他の物情保証人に対して債権者に代位する。 5. 保証人と物情保証人との間においてはその数に応じて債権者に代位する。ただし物情保証人が数人あるときは保証人の負担部分を除いた残額について各財産の価格に応じて債権者に代位する。 6. 前号の場合においてその財産が不動産であるときは第1号の規定を順用する。一部弁済による代位第502条、債権の一部について代位弁済があったときは代位者はその弁済をした価額に応じて債権者とともにその権利を行使する。第2項前項の場合において債務の不履行による契約の解除は債権者のみがすることができる。この場合においては代位者に対しその弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。債権者による債権証書の交付等第503条、代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。第2項債権の一部について代位弁済があった場合には債権者は債権に関する証書にその代位を記入しかつ自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。債権者による担保の喪失等第504条、第500条の規定により代位をすることができるものがある場合において債権者が故意または過失によってその担保を喪失しまたは減少させたときはその代位をすることができるものはその喪失または減少によって償還を受けることができなくなった限度においてその責任を免れる。第2巻総裁、総裁の要件等第505条、2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において双方の債務が弁済期にあるときは各債務者はその対等額について総裁によってその債務を免れることができる。ただし債務の性質がこれを許さないときはこの限りでない。第2項前項の規定は当事者が反対の意思を表示した場合には適用しない。ただしその意思表示は善意の第三者に対抗することができない。総裁の方法及び効力第506条、総裁は
当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合においてその意思表示には条件または期限を付することができない。第2項全項の意思表示は双方の債務が互いに相殺に適するようになったときに遡ってその効力を生ずる。履行地の異なる債務の相殺第507条、相殺は双方の債務の履行地が異なるときであってもすることができる。この場合において相殺をする当事者は相手方に対しこれによって生じた損害を賠償しなければならない。時効により消滅した債権を自動債権とする相殺第508条、時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合にはその債権者は相殺をすることができる。不法行為により生じた債権を自動債権とする相殺の禁止第509条、債務が不法行為によって生じたときはその債務者は相殺をもって債権者に対抗することができない。